はい、ということでね、はい、今週もお送りしますスカイステーション2部が始まりましたけども、さっきなんか大きい話するって言ってたよ。大きい話、あ、サッカーの話ですか。あ、まあ、大きいというか、やっぱりね、有言実行って日本人やたらなんか褒めるじゃないですか、うんうんうん、で例えば有言実行とこの一番波の中で頭でくるファッと浮かぶ人って誰？今週有言実行とかやなと。イチロー選手。ああ、まあイチローはね。あと体操の内田くんとか、うん。そっちに行く。俺バリバリ。本田選手。俺北島康介のイメージ結構ある。あ、北島康介さんもそうやな。うん。でね、うん、有言実行ってすごいすごいって言うけど、うん、例えば本田圭佑さんの場合は、圭佑くん、まあ、君かな、うん、都市的には、うん、は、まあ、ワールドカップ優勝を言ってるよね。うん、まあ、かなり今望み薄かもしれないけども、うん、でどうなるか分かりませんよ、うん、ただ有言実行ってやっぱりその人の今の実力と、うん、言った目標との距離によって実行できるかどうかも若干いくら努力しても、うん、でっかい埋めれるものと埋められへんものがあるんじゃないかなと思うね、うん、でなんか有言実行って言ってなんかしっかり努力したから結果出るって感じだけど、うん、やっぱある程度届く距離を見据えてるかどうかっていうところも、まあ、冷静に分析できてるかってことかっていうところ、うんうん、もうあまりにも無理なことを言っちゃったらやっぱり実現はできないよね。言ったらその目標に対して、うん、もう一個それを達成するための目標があって、うんうんうん、それの目標達成するための目標があってって掘り下げていった部分の、うん、今自分がどこが手届くかっていう部分ってことやな。そう、そこが分かった上で、うん、有言実行すれば実行できるかもしれないし、うん、有言実行っていうかね、有言すれば言葉で何か言ったら実験できるかもしれないし、うん、場合だったら無理な場合もあるわけですよ、うん、じゃあ無理やったらあいつは有言実行じゃないってなって非難されるべきなんかってなった時に、でもやっぱり届かないかもしれない、もうギリギリのところを手伸ばしてるからこそ、うん、他の手に入れたものもあるわけですよね。だから必ずしも有言実行できた人もすごいし、うん、できなかった人も、できなくても、でもそれだけの大きく手を伸ばしたからこそ他のね、うん、それを目標にしなければ、高いものを目標にしなければ手に届かなかったものを手に入れれたかもしれないわけだから、うん、まあ有言実行だけが唯一美徳なわけではないんじゃないかなって、うん、まあ本田圭佑君がもしね仮に優勝できなかったとして帰ってきても、俺はもうそういう気持ちで抱きしめてあげたい、抱きしめてあげたいな。まあ俺女の子が好きですけど、ね、そうやな、うん、でもなんかそのみんなの前で公言するっていうだけでもすごい勇気やし、もうそれだけね、勇気や、ほんまに叩かれるからね、楽勝で。いや、ほんまに。しかもさ、結構さ叩きたい人が多いやん。 そうやな。それこそその直哉が言うような部分をちゃんと褒めてくれる人ってほんまに少数派やし、うん、ほんまに見れてる人だけやから、そうだね、もうほんま叩かれに自分から行って、自分をそれだけ追い込んで。しかもさ、ギリシャ戦の後の、それを思った後の、あの顔よ。そうやね、ギリシャ戦の後の本田の顔を見て、俺はめっちゃ心痛かった。ほんまに。うちあの後さ、うん、家出んのにさ、うん、もう化粧する元気もなくなってさ、ファンデだけ塗って家出たよ、あの本田選手見て。いや、俺も本田の顔見た時は、いやー、だってもう相当追い込んで今まで来てて、ね、まだ一回も勝ってないんやろ今回のワールドカップで。ワールドカップで。親善試合だけだからな。うん。いやー。いや、もう誰がショックってご本人さんですよ、ね。もうちょっとね。ところがまあ、コロンビアあるん で、 そうで彼らをね、やっぱりまあ最後のメンタルの強さ、うん、っていうところを見せてもらいたいなとは思うんですけど、でもちょっと有言実行やたらね、そうやな、叩えすぎるちょっとね、ところが若干抵抗すごく感じて、うん、あったと。ただ悔しさって人にとって一番の原動力やったりするっていうからね、あるある。その時に出たもんって結構大きいから、ね、大きいね。ただあまりにもでかすぎたら人間折れちゃうけどね悔しさが。ポキってしかも簡単に折れるからね。もう音聞こえるらしいからね。ガクガクって。ガクガクって。うん。まあ、そういえば、あの、前回のね、うん、スカイステーション聞いてくれた人に、あの、僕の知り合いの高校生で、試合が結構出れなかったっていう、はい、この話なんですけど、大久保選手。実は、大久保選手はね、いわゆる、京都の大久保選手的な感じで、全然ね、うん、ある程度実力は僕はあると思うんですけど、うん、試合すら出れなかった、うん。で、準優勝で終わっちゃったわけです、うん、京都大会ね。実は準優勝まで行ったら、その後近畿大会って言って、あ、もう枠がもう近畿の、うん、それぞれの大阪、滋賀とかね、うんうん、そこのベスト1、2、3ぐらいまでばっかり集まった、うんうん、トーナメント戦の近畿大会っていうのがあって、うん、実は今真っ逆だ、真っ逆さまじゃなくて真っ最中なんですね。あ、そうなんや。で、まさかそこで彼が、出ては決め、出ては決めして、そう。まさかの近畿大会、明日決勝まで来ちゃったと。あら。やばくない？しかもまた、上がった決勝の相手が、京都1位とで、ね、
で近畿大会しても京都1位と2位が最後まで上がってきたよ。はあ、ってことはほんまに実力。そうなんよ。なるほどね。でもね、監督からもなんか今日試合終わった後にお疲れさんって言われたらしい。わざわざ。うん、結果出し出したっていうね、まあ、悔しさがほんまやな、たった2週間で結果出したっていうね、いやなかなか持ってるね、打てば響くタイプやね、うん、感じで、まあ、もし皆さんねちょっと気になされてた白いスパイクに青いラインの入った少年をね、少年を京都大会、じゃ近畿大会で見かけたら、はい、見かけたら、あ彼かと、雑草魂やなこいつはと、うんうん、っていう感じでね、明日も頑張るみたいなことさっき言ってたねと、はい、そうなんや、ちょっと過ぎちゃったね彼の話してたやっぱね、はい、まあ、そんな感じで、まあ、皆さん悔しさをバネに、はい、社会に負けず、うん、そうですね、月曜日から、はい、有言実行できなくてもいいと思いますよ、そうやね、まあでも言うことがまず大事やん、うん、言う、あるいは思うことやね、別にまずは言わなくてもいいですけど、うん、自分の中で目標を持つことはやっぱりいいことかなと思います、思います、はい、はい、ということで、なんか終わりそうになったね、はい、まあ、一旦終了、はい、はい